あげるかもしれん。宝箱中身はなんじゃろね。あげなすきよこせって。暗い。あ、だから早くよこせって。尻尾がプンプンした。尻尾プンプンした。はい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 
何も来ねえのかよって。何も来ねえなら誰もいないねって。ハギの木ちゃうんだよ、ハギの木。ハギの木、詳しろ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 。ハギの木、ハギの木、こっち。いくよ、宝箱、中身は何じゃね。ハギの木、こっち。ハギの木、こっち。暗い。ハギの木、こっち。尻尾、尻尾がプンプンした。尻尾、プンプンした。尻尾、プン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 。早く横に切る。アジ踏んでやって、アジ踏んでやって、アジ踏んでやって。キチちゃんダメよって。お座り、お座り、お座り。はい、するっと、ピタッと。はい、パクパクって。ごちそうさん。あー、ごちそうさんしましたって。もたんのかって。もたんのかって。あるよ。あれじゃダメだよ、お前。チュン。シュボン、シュボン。ハゲの月でした。ハゲの月まだ乗ってるかな。乗ってるかなって乗ってないよ。乗ってないよ。乗ってません。何？まだあんのって。それ靴下かって。靴下はいいね。まだまだ残暑は厳しいですね。今日は暑い。今日はカンカン照り。私ね、髪の毛昨日ね染めたの。サイヤ人ですか？サイヤ、ちょっとまだちょっと赤いかな。染めた方がね、髪の毛やっぱり年取ると細くなるからね。うん。てっぺんがお皿になっちゃう。今日はあれでしょ、しびきとお皿。あれでしょ、釣り行くんでしょ。そうそう、釣り。張り切ってたよ、チョウザメがいる。チョウザメ釣り。しびきはね、チョウザメイコールね、キャビアが取れると思ってね、俺は金持ちになるんだとお皿言ってた。そうそう。うん、響きね、釣り結構うまいんですよ。響きは本当だからね、リーちゃんはね、もうリーちゃんはね、もうそういうのね、行かないね、もうね。リーちゃんは行かないって言ってた。うん、勢いね、勢いで昔は行ったもんだけどね。飽きちゃうんだ、あの子。飽きちゃうしね、やっぱ女の子、だいぶ変わったね。いろいろ変わってきてるから、リーちゃんもね、もう姉ちゃんになっちゃってきてるから。まあね、どこも今年行けなかったからね。そう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 。今んとこまだ行けるような予定も立たないしね。立たない、全然立たない。
東京はまだね県外移動ダメでね、うん、たまにね不要不急っていうかね、私がディズニーランドのちょっと先ね、駐車場なんですよ、駐車場があるんで、皆さん駐車場出ると思いますけど、オイル交換したりバッテリーね動かしたりとか、うん、ちょこちょこやってるね、うん、行けても千葉だ ね千葉ナンバーだからね、千葉の海とかね行ってもいいかもしれないけどね、うちちょっとね目立っちゃうんでね、ダメだね、車、うん、車目立つし、マックとみんなで遊んでるとね、うん、あのディファームさんだ、東京から来たって写真撮られちゃって、写真撮られちゃってね、あげられちゃうからね、うん、それみんなにも言われてるね、みんなに言われてるからね、気をつけてくださいって言われてるけどね、うん、どこも行けないもん、ね、どこも行けなくなっちゃって、行こうとも思わないもんね、行こうと思わない、うん、今ね、そういう気分になれない、気分になれない、うんうん、散歩するとこもね結構ね声掛けが多いんでね、うん、ありがたいんですけどね、うん、なかなかうち番犬なんで、動画のイメージとねだいぶ違うんだね、マックはね、うん、もうすごい増えちゃうからね、昨日マックに引っ張られてねひっくり返っちゃった、一昨日、一昨日だよ、一昨日ひっくり返っちゃったから他の大きい犬が来たらマックワンワン吠えて引きずってんの、大きいっていうかまあね、なんだ会見ぐらいなのかな、うん、来たらねワンワンワンってマックね、後ろからその犬もねマックがいるからと思ってね、遊べる、走ってきたんだよね、遊んでると思って遊べると思ってピャーッと走ってきたんですよね、だって後ろから来るもんだからね、マック驚いてねワンワンって吠えたらね、勢いが強いからね、おじいさんひっくり返っちゃった、おじいさんひっくり返っちゃった、ゴキブリやつだよ、仰向けになって仰向けでゴキブリになっちゃったただね、医者行ったんですよ、それでね医者前で行ってるからリハビリで、うん、だね、こう足のこうなんかこう掴む力、タオルとかね掴むある、ね、タオルでなんとかってやってるんですけど、うん、力が全然なくて踏ん張れないそうですね、まだね、まあ力復活するまでねちょっと時間かかって、もう年だからねなんだかんだ時間かかっちゃうよね、何やるのも、うん、もうだからもうリハ骨折でギブスが2ヶ月ちょっとしてて、うん、それからもうリハビリ4ヶ月ぐらいですよ、でもだいぶ指曲がるなって歩くのは普通なんですけどね、うんうん、だからいざという時が全然ダメ、そうだね、力が全然ダメ、そうね、うん、そうちゃんはね相変わらず絶好調、そうちゃんはそこまで引きずらないからね、そうちゃん散歩楽、うん、そうちゃんこの間ね散歩行った時ね、俺がいつもおやつで萩の月行くことに今ね、あのトモさんとかフワさんからたくさんいただいてるから冷凍してあってね、そうでね、で萩の月あるからね、なかなか車の中地を探しちゃってね、箱見られちゃってね、もう行かねえ行かねえって言ってねでもあれ先に食わせるとねもう一個 あんじゃねえかって、帰ってきてからもねまたね探すからね、もうね進まないんですよね、あの子はね本当に、もう最近ご飯よく食べるようになって、食べるよ、よく食べてるよ、うん、うん、スモーク牛タンっていうのがね、フワさんにいただいた美味しいやつあるんですよ、あれ上に乗せる、あれをね、ずっと切れ二切れね、つまみな、本当はビールのつまみなんですけど、あれのね、うん、それを乗せといて、冷凍しといてね一切れ二切れ乗せとくとね、最近はうち、そうちゃんって呼ばないんだ、私キティちゃんって呼んでるの、キティちゃん、うん、なんで顔がさニコ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 してるからさ、うん、だからこのリボンつけてやったらキティちゃんだよ、キティちゃんね、キティちゃん、キティちゃんって呼んでる、そうちゃんって名前を最近流行っててね、うん、小池さんは総理大臣のそうちゃん、うちのそうちゃんはね、うん、ソウスケって言うんだよね、曹操のソウスケかもしれないな三国志のそう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 、うん、上昇って偉いからね、なんだって偉いんですよって顔してるから、綱吉子、うん、まあね、いろんなね犬と暮らすといろいろあるからね、うん、今はねもうちょっと犬、夏でこう暑いからね、うん、一番時期的にはだけど、これから秋になってね、コロナも少し収まってくればと思うんですけど、秋になったら収まるはずもないよね、この感じじゃね、うん、だから東京なんか昨日170何人とかねやってましたけど、うん、100人とか200人切ってるとなんかすごい少なく感じてね、うん、まあでも結構みんなマスクして、できる限りマスクと手洗ったりとかね、そんなことしかできないから、でも頑張ってるんだけどね、うん、これからね大変だよね、どうなのかなと思ってね、ちょっと憂鬱になっちゃうね、冬になったらね、うん、いや皆さんもね気をつけてくださいよ、ね、うん、この間私千葉行ったらね、マスクしてないっていうかね、東京みたいにね全然ねギスギスしてないからね、お店以外はね、あんまりなんて普通なんで、ほっとしたね、なんかマスクしてると暑苦しいですね、大変ですねなんて言われたらね本当になんかしてないと思う、でも我々はこうやってマスク持ってないと違和感だよ、
東京はね、うん、みんなマスクつけてるから、つけてないとね、うん、やっぱりみんな言われるからね。そうそう、すぐ言われちゃう、うん、マスクして、あの人ひどいな、2台分止めちゃうよ、もうちょっと後ろ下げれば、まあ、前開ければいいのに、うん、前に出せばいいのに、ひどいな、そうすればいい、うん、スーパーの駐車場って止め方めちゃくちゃの人いっぱいいますね。今日もね、スーパー来てるんですよ、実は会社、歯医者でね、歯がガタガタなんですよ、直しても直してもね、ダメで、今日は私ね、ステッカーをね、貼りに来た、うん、ちょうど母ちゃんが行ってる間、暇だからね、ステッカー貼ろうかなと思ってね、自分のおでこでも貼っていけば、これステッカー、ステッカーおでこにも貼って、これ車に貼ろうかなと思って、えおでこにでも貼っていけば、おでこ、なんででこちん、でこちん、もう一枚これは、ほら、そっちゃは、正式ちゃん、正式ちゃんよ、これを貼っとく、ピロンと2つあって、うん、まあそんなことだって、皆さんも体に気をつけて、ね、お互いに気をつけましょう、残暑厳しいように頑張ってください、ね、それではさよなら、ではでは、また次の動画でお会いしましょう、登録お、ね、登録グッドボタンよろしくお願いしますね、うん、最初はグーってやつか、最初はグーはこっちです